防衛省は、2023年度の補正予算案に8130億円を計上しました。その大半は、鹿児島県馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる計画であるという情報が入ってきたので、今回は、この馬毛島の現状について見ていきたいと思います。馬毛島の整備費は、間もなく1兆円に達しようとしているそうです。そうなると、馬毛島の購入代金160億円はなんだか安かったと感じてしまいますね。前述の通り、防衛省は2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円の巨額を計上したと発表しました。鹿児島県西之表市馬毛島へアメリカ軍機訓練を移転するのに伴う自衛隊基地整備経費分として、歳出ベースで2684億円を充当、係留施設や滑走路などの整備のスピードアップを図る見込みです。馬毛島の位置ですが、ロケット発射基地として、有名な種子島の西 12km にあります。住民登録されているのですが、実質的には無人島ですし、用地買収問題などもあったので、ご存知の方もいらっしゃるでしょうね。アメリカ軍再編関連予算は3169億円ですが、馬毛島整備経費は、その大部分を占めています。契約ベースでは839億円、環境調査や詳細検討なども含めた12年度からの予算をずっと積み上げていくと、合計8519億円にも達したのです。24年度予算では、より、一層の上積みが予想されますから、1兆円がすぐ間近にまで迫ってきているのです。同省によると、工事の進捗に応じて、年度内の支出分が増えただけでなく、人件費や資材単価の高騰で、当初予算の見込みより経費が増えたということです。工事が順調に進んだため、経費が増えたということでしょうか。物価高は、この工事に限らず、どこでも同じですけど、24年度予算概算要求では、馬毛島内で、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B 訓練施設の整備を進めるための予算として、約64億円も計上しています。自衛隊の基地は都市近郊にも多く、当然、その周辺には人家も多いので、どちらが先かという問題は無視できません。騒音被害や基地活動と周辺市街地の生活が交差して、双方に、ストレスやトラブルが生じることになり、機能不全問題が増えつつある状況は知られていますね。そういった状態では、馬毛島のような無人島を活用したり、基地の再配置を検討したり、防衛基地の在り方を根本的に見直す事例になるのではと考える向きもいるようですね。日本の場合は、列車や自動車で移動しても、町や人家が途切れることは大んどありません。よほどの僻地や山奥でなければ、人間の生活域となっているのです。余談ですが、それが、ここ数年の熊の行動範囲拡大の一因とも見られていますね。でも、一番は、日本の面積の狭さが、様々な点でネックになることが多いようです。国家の公共福祉や防衛政策であっても、国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然です。国民の命と生活を守ることが国防ですよね。しっかりとした対策と保障を行うことが政府の責任なのは言うまでもないでしょう。離れ島、無人島を活用して、広大な EEZ、排他的経済水域を保守管理し、国土防衛も兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るとはいえ、解決のアイデアや対応技術力はいろいろとあるのではないでしょうか。いずれにしても、国土防衛の前線基地はどうしても必要なのだという意見も多々あります。沖縄県、鹿児島県近海では、10月から11月にかけて、いつにも増して、中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しました。またですか、といった感じですが、中国艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を航行しました。1ヶ月後の11月1日には同じ海域を駆逐艦1隻が航行、翌11月2日には
フリゲート艦2隻が鹿児島県奄美大島沖を航行したということです。一方、航空機の飛来回数は100回以上です。様々な種類の航空機を飛ばしたようですよ。こういった活動は一つとして、日本領空や領海を侵犯したものではありません。しかし、中国が軍事力増強を背景に、日本の周辺海域で活発に活動していることは、厳しい現実として認めなければならないでしょう。中国艦船、航空機が日本の周辺海域で盛んに活動する可能性は、残念ながらこれからも高いと思われます。中国はアメリカとの軍事バランスを気にかけているので、これからもアメリカへの入り口ともいえる太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できます。防衛省や政府の動きを見ていると、新型 FFM 多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する計画など、驚くスピードで防衛強化に走っていると感じます。なぜこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどという疑問が浮かんでくるのは筆者だけではありませんよね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI の発表によれば、日本最大級の軍艦が2024年 F-35B ライトニングに戦闘機を運用するための一連のテストを受けるため、アメリカ東海岸に来航すると述べました。USNI が言う日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことです。軍艦と言い切ってくれていますが、日本としての反応はどうだったのでしょう？軍艦というものは持っていないことになっているんですけどね。出雲型護衛艦は2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板の形を改造し、必要な改修が行われた状態で、試験航海などを行っているということです。日本側の視察団は、10月末に、アメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズ上で、F-35B 戦闘機の運用試験を視察したそうです。ちなみに、遊翼とは、艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えるという意味ですから、イギリス皇太子の冠をかぶったこの艦は、ただのんびり航行していたのではなく、仕事をしていたんですね。日本政府並びに防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻の空母化を進め、同時に垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているそうです。2023年現在、F-35B の購入数として42機程度が予定されています。合わせて、運用の飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県ニュータバル基地に配置することも明らかにしています。前述の空母プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているそうです。出雲型護衛艦でも、同じようなテストを実施するかもしれないとも見られているようです。現状、空母加賀は、造艦上の各種検査をしていますが、最終的に電子機器テストが終わるとアメリカへ向かうことになるはずです。日本が空母2隻を数年ほどの短い期間あっという間に改造した能力には世界各国も驚いていると思われます。何と言っても艦艇建造や改修工事の期間が平均的工期と比べるとずっと短いのです。日本の技術力の高さの証明でしょう。まさか、下請けに無理を強いて納期を短縮させたというブラック事情ではないことを祈りますが。そういえば、この2隻が揃って艦艦式に並んでいるところを想像しただけでも、ワクワクするという意見があるようです。そういった人たちの感覚では、加賀も伊豆、モモ空母としては中途半端と思えるのだそうです。具体的には、戦闘機が着艦できるスペースが非常に狭いとか、船体サイズの割に、戦闘機の格納数が少ないとかの不満があるということです。今後空母を建造するなら、こういった不備はなくしてほしいと絶望しているそうですよ。
トマホークと人に意識巡航ミサイルの導入を1年前倒しを打ち出した防衛省。令和6年度の323億円の予算決定との情報をキャッチしました。今回は1年前倒しの巡航ミサイルと開発導入予算323億円決定を詳しく見ていきます。これで対中国の抑止力効果は大きいと考えられますし、台湾有事が起こらないことを願うばかりです。近平は国内の経済が総崩れし、はじめ中国の終わりの始まりが近づいています。中国では重要人物がいなくなるんだよね。令和6年度防衛予算案の概要が12月22日発表され、その中には長距離巡航ミサイルである新地対艦地対地精密誘導弾の開発予算として323億円の巨額が計上されました。合わせて新地対艦地対地精密誘導弾の新しいイメージ絵が公開されたのです。新しいイメージ絵は財務省の資料に掲載されていますが、防衛省の資料には掲載されていません。以前のざっとしたイメージ絵でも明らかになっていましたが、新地対艦地対地精密誘導弾の特徴としては、かなり長い主翼があります。他国の亜音速巡航ミサイルと比べても、非常に長いと言えましょう。以前の長距離巡航ミサイル開発計画による当初防衛用新対艦誘導弾のイメージ絵と比較しても、新地対艦地対地精密誘導弾の主翼の長さが際立っています。長さとしては倍くらいに思えます。これほど長い主翼はどう折りたたむことになるのか、現時点では構造が全然わかりません。なお、当初防衛用新対艦誘導弾構想では、対艦攻撃の最終段階で、近接防御兵器である機関砲を避けするために、機体をバレルロールさせながら突入させます。新地対艦地対地精密誘導弾構想にも、この機動性は引き継がれるのでしょうか。バレルロールとは、横転、ロールと機種上げ、ピッチアップを同時に行い、下層の垂れの胴、バレルをなぞるように螺旋を描いていくことから、その名になったそうです。令和6年度防衛予算案の概要の中には、極超音速兵器迎撃用滑空弾階迎撃用誘導弾 GPI の日本とアメリカの共同開発予算として、これまた、巨額の757億円が計上されています。財務省と防衛省の資料には、イメージ図としてアメリカミサイル防衛庁 MDA、ミサイル・ディフェンス・エージェンシーから提供された GPI のイラストが掲載されています。日本では公開されたのに、アメリカ本国の MDA 公式サイトには、まだ未掲載ということです。変な感じを受けるのは、筆者だけでしょうか。GPI は、イージス艦マーク 41VLS に、搭載可能な大きさで設計されるようです。つまり、SM-3 ブロック 2A 迎撃ミサイルと同じくらいの大きさになると推定されているのです。では、GPI と SM-3 ブロック 2A をイメージ図で比較してみますね。長さを揃えましたが、あくまでもイメージ図ですから、本当は揃うはずの直径が揃っていません。ブースターは、おそらくマーク72で共通部品。サステナーの操舵翼も、イメージ図ではよく似ています。そして、GPI の特徴としては以下のようになります。一滑空用の主翼として、揚力を発生する効果を持つ、細長い安定翼にマーク 41VLS に、収納可能な限界の直径 533mm は、SM3 並みに、太い直径3ノーズコーンの角度が緩やかで丸い。最も興味深いのは、ノーズコーンの形状でしょう。迎撃ミサイルにはあまり見ない、緩やかな角度で、丸い形状をしています。かといって、先端がショックコーンで空気吸入式推進方式でもないようです。終末誘導用シーカーは、多分、赤外線画像方式になると思われますが、このイメージ図だけでは、どういう構造になるのか、全くわかりません。コーンとは、ミサイルの先頭部分のことです。ノーズコーンはなだらかな曲線で、ショックコーンは、鋭く尖った形をしています。あくまでイメージ図ですから、その絵の通りに登場するとは思えませんが、2020年の GPI 初期のイメージ図が、
他度、終末高高度防衛ミサイルの迎撃隊に争奪バスをつけたような鋭い円錐形だったのに比べると、2021年、2023年のイメージ図は形状が大きく変化しています。ここで、令和6年度予算の内訳について見ていきましょう。昨年12月に策定した防衛力整備計画の2年目となる防衛費は、前年度比1兆1277億円増の過去最大の7兆9496億円に上りました。後年度負担分を含む契約ベースでは9兆3625億円にも上ります。防衛力を抜本的に強化するため、9年度までに契約する事業費43兆5000億円のうち 42% を、令和5年度と6年度で手当てすることになりました。つまり、防衛費の積み増しが進んでいるということです。国産の人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の開発などは、配備を8年度から7年度に1年早めることを決めました。また、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフ防衛能力の強化対策として約7340億円を盛り込みました。8月の日本・アメリカ首脳会談で合意した極超音速兵器に対処する新型迎撃ミサイルの共同開発予算として757億円を割り当てました。地上配備型迎撃システムであるイージス・アショアは数年前、日本の各地で配備を進める動きがありましたが、当時の菅首相の地元秋田で地盤の問題があることが発覚し、一気に配備の動きが衰退したことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。そのイージス・アショアの代替として新たに建造されるのが、イージスシステム搭載艦2隻です。その整備に3731億円を当て、6年度から建造に着手し、令和9年度、10年度に1隻ずつ収益させることを目指すそうです。また、次戦能力向上のため、弾薬の確保に約9249億円、装備品の部品不足解消や稼働率向上に約2兆3367億円を充てることになっています。円安や物価高の影響で装備品単価も上昇しています。輸送ヘリコプター CH-47 を17機購入するため計3088億円を計上しましたが、自衛隊保有の中古部品を活用することなどによって単価を下げることができたそうです。一方、外務省は、令和6年度予算案に、情報戦への対応能力強化に関する経費を、前年度から大幅に増額して計上しました。偽情報をめぐるモニタリングや対外発信を強化、分析などには、AI、人工知能を活用、同省関係の予算案総額は、デジタル庁所管分を含むと、前年度当初予算費28億円増の7417億円になりました。また、ロシアがウクライナ侵略を継続し、中国が軍事、経済分野で圧力を強めていることを念頭に、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持、強化のためとして1754億円を計上した。このうち、同志国の軍などに防衛装備品を提供する無償資金協力の制度、政府安全保障能力強化支援 OSA の予算は、5年度比で、2.5 倍の50億円を計上、経済的威圧への対応に関連する経費も前年度から倍増させ、4000万円を計上しました。日大関係推進の予算として5年度は20億円だったのを24億円と4億円増額しました。偽情報の拡散を通じた情報戦への対応を含む情報力の抜本的強化予算は前年度から34億円増額、597億円となりました。具体的には認知領域における情報戦のモニタリング、分析、発信強化を前年度の 2.1 億円から 9.2 億円と4倍弱の大幅増額。国際情勢分析能力強化のための AI 活用も前年度の 1.6 億円から 2.6 億円に増やしました。このほか、在外公館とのネットワークなど、情報セキュリティ強化に、昨年の49億円に27億円増額の76億円を盛り込みました。外交・領事実施体制の抜本的強化は、
緊急事態対応や邦人保護の拠点能力を向上させる事業ですが、これに関する経費として100億円以上、増額の1078億円を計上しました。このうち在外公館の新設・修繕などの予算は75億円、昨年度は73億円で、アフリカトグブエリトリアの事務所を大使館に格上げします。また外相のチャーター機の予算を前年度の 8.5 億円から9億円に拡充する予定です。一方、 ODA 政府開発援助予算は4383億円で、前年度から約46億円減少しました。外務省は ODA が日本外交の最も重要なツールの一つであるという考えに変わりはないが、厳しい財政事情の中で優先順位をつけなければならない。我が国の外交を取り巻く諸課題や外務省の基本的な機能、活力の維持などの必要性を総合的に考えた結果、 ODA は厳しい結果になったと説明したのです。国民の中にも ODA をしているのに感謝もされないから無駄という政府の広報への批判もありますね。そう考えると ODA 予算減は仕方ないのかとも思います。有限な予算を他に使うことがたくさんありますしね。2023年度新田丸基地に F-35B 戦闘機が配備される。また、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストもアメリカで開始される。今回は、護衛艦加賀の最大の変更転換首形状変更で、どう変化する最大級のメリットを詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載可能にすることで、南西諸島での中国への牽制が最大化できますし、中国の J-15 戦闘機なら F-35B 戦闘機を少数でも十分対応できます。これは次期空母建造と新進のストブル版を開発で基地化できますが、これできたらやばいよ。海上自衛隊が保有・運用中の艦艇の中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機で、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有に当たるのではないかと、一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし、1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、
戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらがもっぱら敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かに、この2023年末においても、大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては、今や保有国はアメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦はアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、元よりインド、イタリアなども運用を行っており、おおむね海洋国家としては、昨今の世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、航空母艦を攻撃的か否かと議論しているような例はなく、日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは、南西諸島方面において、仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路は、ほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-35 ライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上喪失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮にそうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、 F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-35 ライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-35 ライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦、出雲、2番艦、加賀、ともに、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に、一旦、海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦、加賀の航空母艦化改修工事には、この、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に、1番艦の出雲は、2024年度より、この飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では、出雲、加賀、ともに、2027年度までに、すべての改修工事を終えるものとめされている。航空母艦化改修が、完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して、大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、
基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る、海上自衛隊では、最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としては、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらはいずれも満載排水量で4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を F-35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも想像ほどは多くない印象ではある。それでも、F-35 ライトニング 2B 型のようないわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回るとめされている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦、遼寧や山道が西太し太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態が、ここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J-15 である。したがって、日本や在日米軍にとっては、F-35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。